やっほー、やっほー、りくん。はい、今日はナチュラルマジェスティさんからいただいたこちらの泥パックとホホバオイルを紹介していきたいと思います。私パックがすごい好きなのね、実は。なので昔はよくやってたんだけど、ルイが生まれてからやる時間があんまりなかったのと、やる時間があんまなくて、でもこのレッドクレイマスクをいただいたので、今日はこれを使って説明も軽くしながら使っていきたいと思います。でね、泥パック今までやったことがなかったからちょっとドキドキする。ちょっとこれについて軽く説明するね。最初はモロッコで作られてるこのレッドクレイマスク、泥パックなんだけど、モロッコってアルガンオイルとか、あとガスールのパックとか結構作ってて有名なとこなんだけど、その中でもミネラル豊富な泥パックを今回はいただいたので使います。で、まだ使ってないので実際に使ってみたいと思います。なんか毛穴とかも泥パックって取れるし、あとくすみとか肌のトーンとかも明るくしてくれるから、で、化粧のノリとかもすごい良くなるらしいです。で、私はすごい乾燥してる、みんなもしてると思うけど乾燥肌だし、あと最近ね、今はメイクしてるから見えないけどクマとかも結構あるから、そういうのとかも隠れたらいいなと思います。あとこの鼻の毛穴、じゃあメイクを落としていきましょう。じゃあ今日は目の周りとかには泥パック塗らないので、この肌全体的に落として洗い流して使ってみます。あー、やだー。私結構肌が敏感肌だから、染みたりそういうのがないといいなって思うけど、はい、落としました。はい、目のメイクは落としてないし、肌だけだけど、このね、ちょっと光加減で多分分かると思う、ここクマとかが結構ある、あと見えないけど鼻に毛穴が最近目立ってて、うーんって感じ、ちょっとやだ。はい、洗い流してきます。キリン、リクン。はい、実際に使ってみます。すごい、こんな感じ。本当に泥だね。ちょっと楽しみ。なんかさ、塗るものこういう手とかで塗ってもいいと思うけど、私ちょっと手痛いのでこれですくって塗っていきたいと思います。わあ、すごーい、超すごい、めっちゃ気持ちいい。今日めっちゃ気持ちいい。うわー、なんかいい。うわー、チョコレートみたい。はい、じゃあ顔に塗ります。あ、ドキドキする。おー、あー、すごい、やばめっちゃ面白い、アンパンマンみたいになっちゃったんだけど。ほら見て、アンパンマン。じゃあちょっとアンパンマン風の仕上がりにしていきましょう。あー、めっちゃいい、楽しい。楽しい。これレッドクレイマスクは私インスタグラムで最近広告があるじゃん、それでね流れてて、ちょっと気になってたの。ここら辺は集中的にやります。毛穴気になるところで、匂いもそんなにきつくなくていいわ。石鹸みたいな、ちゃんなんかもうすごい爽やかな香りで、いろいろ調べてみたんだけど、髪の毛とかにも使えるんだって。もう体とかにも全体的に使えるし、髪の毛にも使えるって書いてあって、ちょっと髪の毛どんな感じに使うのか気になる。すごい、ね、見て、うわうわ、うーん、あ、で待って、乾いてきてる、乾いてきてるから早く塗る。はい、じゃあ全部全体的に塗り終わったので、もうここら辺固まってきてるけど15分置きます。うーん、私この匂い好き、すごい。それでさ、これすごい量あるから、ちょっと体とか髪とかにも使いたいわ。贅沢に使いたいね。いいわー、すごーい、ほら、いい、めっちゃ楽しい。面白いわ。じゃーん、めっちゃ顔が突っ張られてる、引っ張られてて、ブルーヌ、すごい乾いてきてる。え、
え、これすごい。あ、ちょっと見えるかもしれない。ここら辺にね、私の毛穴が映ってる。早く落としたい。おー、パキパキってなる。はい、落としてきました。15分経ったので。で、洗い流してる時からもうね、肌がいつもと違うのが分かった。本当に違う。一番びっくりしたのはこの毛穴がもうない。本当に汚れが取れてる。見えるかな。で、すごいカピカピになってたのね。だからすっごい乾燥しちゃったらどうしようとか超思ったけど、そんなこともなく、普通に私いつも洗顔して保湿クリームつけるまでなんか顔が突っ張った感じするんだけど、そんなことが全然ない。めっちゃいい。で、本当に鼻の毛穴が取れたからいいわ。見えるかな。ちょっとあんまりここら辺赤いから映したくないけど、でもね、本当に綺麗になった。すごい。ここら辺ね、一番ここのてっぺん、鼻のてっぺんが気になってたから、それがなくなったのがいいです。いやー、久しぶりに嬉しい。この、で、肌のトーンが明るくなった。超いい。マラケシュのレッドクレイマスク、いやー、これいいわ。だって今ね、本当に保湿クリームとか塗ってないのに全然平気。すごい。次に紹介するこっちオイルも詳しく言ってつけてみたいので、ちょっともったいないけど、このツルツル、本当にツルツル、あー、いいわ。あ、しかもここね、そう、ザラザラしてたのにこれもないわ。へー、すごい。え、なんか超嘘っぽいけど本当にすごい。ね、ジョン触って。本当にすごい、ツルツルになった。わかる？すごいよね。ルイみたい。そう、本当にルイみたい。なんか自分の肌だからそういうの言うの、あれ言うのやだけどあー、これ本当にいいわ。鼻の毛穴なくなったの最高。いやー、嬉しい。続いてはこのホホバオイル、オーストラリアンピュアホホバオイル、これになります。で、これはモロッコのやつじゃなくて、オーストラリアで作られてるものなんだけど、ホホバオイルっていろいろ売ってて、私も妊娠線が気になって前使ってたのとかもあるんだけど、このオレンジ黄色っぽい液体は美容成分がたくさん入ってて肌にすごいいいということらしいです。はいで、私これはちょっと前から使ってたの。実は乾燥肌ってみんな知ってると思うんだけど、本当にこことかすごいカサカサで、お風呂上がりにこれを使ってたんだけど、すごい良かった。前使ってたのはなんかね、すごい匂いが柑橘系なんだけど、ちょっときつめなの。それですごいベトベトしてて嫌だったから、これもどうかなって思ったけど、そんなことがないの。匂いが本当にない。なので実際に使ってみます。こんくらいで、おー、垂れる。1プッシュから2プッシュして、手のひらで少し温めて伸ばしながら顔に塗って、あとお腹とか、なんか今回妊娠して腰周りに結構妊娠線っぽいものが出てるのね。だからお風呂上がりにマッサージと一緒にこれを使ってます。で、ここのカサカサのところも塗ってる。こんな感じで本当にね、ここカサカサなので、これのいいところはオイルなのに全然ベタつきがないし、吸収がすごい早いの。だから私ベタベタしてるのすごい嫌なのね。でもそれがないからすごいお気に入り。もう塗ってる間に吸収されてるのがわかるから、普通にベタベタしない。でもすっごいカサカサしてるから、余ったのでこうやって塗って使ってます。本当に乾燥肌、これ治ればいいんだけどね、治らない。天然でできてるから、赤ちゃんもルイとかにも普通に使えるし、いろんなところに塗れるから本当に助かってます。これは最高。あー、本当にもちもちする。ドロパックが超いい。なんかルイが生まれてから自分の肌とか体とかにあんまりこうやってご褒美与えてなかったけど、ドロパックやってちょっと気をつけようと思った。すごいいいもん。で、こうやって、ね、塗ってるうちにね、もうベタベタがない。ちょっとしっとりかなっていう状態になってるので、すっごい吸収が早いの。これ本当におすすめで、今販売サイトでこれを買うと
おまけでこの粉タイプのガスールのマスクが一緒についてくるらしいので、気になった方はぜひ買ってみてください。はい、じゃあこんな感じです。あー、肌がいい感じ。本当に嘘じゃないからね、もう本当にこれおすすめ。泥パック最高。しかもなかなか泥パックどれ買ったらいいんだろうとか結構悩んでたり、コメントで何がいいですかとか、スキンケアどんな感じにしてるってよく質問されるんだけど、スキンケアに別にこだわりがなくて、洗顔はいつもニキビを予防するやつを使ってたけど、保湿とかそういうのに全然こだわれてなかったから、ちょっとこれをこのオイルと泥パック週に何回か使って肌を大切にしていこうかなと思います。はい、いいわ、めっちゃいい、もちもちになったわ本当にもちもちになったじゃん、これいいわ。じゃあ今日はこの辺で終わります。見てくれてありがとう。バイバーイ。